いやー、今までね難しそうかなと思って作らなかったんですけど、簡単なんです。パッチワークのとこちらのちょっとね変えています。このね、あの家具と深さっていうのかなを変えてるのと、あと接着芯ね。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちら作ります。とっても簡単で、この2つとも作り方一緒です。ちょっとね、あの変えてるとこあるんですけどね。こちらはね、パッチワークで少し深めに作りました。表布にだけ接着芯貼りましたよ。でこちらは接着芯を表と裏に貼ったんです。裏はね、パッチワークの方もパッチワークはしていません。今日はこちらのバージョンで作ります。材料はこちら、表布縫い合わせで作ります。お好きな布の量を用意してください。裏布で接着芯です。表布なんですが、縫い合わせて作って最終的には 20cm×20cm にカットしますよ。接着芯はそう 20cm×20cm です。で裏布 20cm×20cm です。裏布にも接着芯貼ってもいいですよ。今回は貼りませんが、こちらはね、裏布にも接着芯を貼りました。まあ、貼ってもね、貼らなくてもいいです。まずはね、表布を好きなように縫い合わせてください。今ちょっとね、布のバランスをね見ています。あまり縫い合わせるのが多いと大変かなと思いつつね、どうしようかなとね考えています。まあ、こんな感じで作ろうかなと思っていて、まず下側縫い合わせた後、上の布と縫い合わせて、まあ、ちょっと大きめの布とね合わせて 20cm×20cm になるようにカットしていこうと思います。こうね、定規を当てつつ縫い合わせたら、あのどれぐらいの大きさになるかななんてこうイメージしつつ縫っていきますよ。角はねカットして縫い代 1cm で縫ったので、まあ、ちょっとね、あの縫い代も細めにカットしました。縫い代開いても片側に倒してもいいです。この縫い合わせ方法は自分がね、どう作りたいか、どんな風にすっきりさせたいかで、縫い代を倒したり開いたりね、お好きにしてください。でだいぶね縦方向ができたので、まあ、これぐらいの縦の長さで、あとね横を 20cm にしていきます。このまま大きくねしてもいいんですけど、間にちょっとこの四角いの入れます。ただね、四角いのね小さいんですよ。だから四角を縫い合わせて縦方向に縫い合わせるとき、ちょっとね縫い代をね 5mm ぐらいに今回はしようと思います。で縫い代をね、あまり重ならせたくないなと思うので、こう向きを考えつつね縫い合わせていきますよ。この縫い代ね、真ん中のこの四角を縫い合わせた布をね、あの大きく見せたかったんで 5mm にしたら、なんか上手に縫えてなかったんで、真ん中の縫い代はね、開かず倒すだけにしました。自分の感覚でね、いろいろアレンジしてください。出来上がった布を 20cm×20cm にカットしていきます。まあ、だいたいこれっていうね正解はないので、まあ、強度があって自分がね作りやすい感じで作っていってくださったらいいですよ。裏布を当て布にしてね、表布に接着芯を貼りました。タグつけたいので、まあ、このタイミングでね表布に仮縫いしておきます。だいたい布端から 2.5 センチのところにタグの端が来るように貼りました。で貼りましたというのも、まずこの仮止めのね糊で貼ってから縫うと縫いやすいんですね。タグね貼ってから縫うとね縫いやすいです。ちょっとこうね、角を深さが出るように角を加工します。端から6センチ上側に向かって2センチのところに線を引きます。この端から6センチ上に向かって2センチで線を引いてください。また三角に折って6センチ2センチで線を引いてくださいね。裏布にも線を引きました。でね、この線の上を縫っていきます。表布4箇所、裏布4箇所、計8箇所縫ってくださいね。私はね、横着してこう続けざまで縫ってしまったりもします。表布、裏布とも線の上を縫ってください。
方がね縫えたら折る向きを変えて線の上を縫いますよ。縫えたら、表布と裏布を重ねて縫い合わせる前に余分なところをねカットしておきます。裏布の縫い代と表布の縫い代が高い違いになるように合わせて、一部にね返し口を作って縫い代1センチでぐるりと縫い合わせてくださいね。ここ縫い代1センチで若干角はねカーブになるような感じで縫っていきます。返し口を折って表に返していきますよ。表に返したらしっかりとアイロンで形を整えます。布端から 2,3 ミリのところをぐるぐるっと縫い押さえてくださいね。できました。完成です。もう早くできすぎね。布なのでこうみかんをねこう真ん中で持ち上げると落ちちゃいます。まあアクセサリーとかちょっとしたものね、みかんもちょっと置くぐらいならいいですよね。可愛くできました。机の上にねボボッとみかんあるよりこんなトレーにね置いてあると良くないですか。お菓子とか置くのいいですよね。布なので柔らかい雰囲気ですね。もっとね小さく作ってもいいと思いますよ。やっぱこのパッチワークいいですね。全部ね同じ作り方です。でこちらとねパッチワークこのカーブのこのカーブっていうか深さが違うんですけど布なので重ねてもねなら問題もありません。接着芯をこちらの1枚布の方は表と裏に貼ってるからといってもそこまでね強度があるわけではないんですね。縫い合わせない方がより簡単にできます。でパッチワークにしたからってねすごい難しいわけではありません。こうちょっとねカーブの感じ違うんですけど本当全然問題なく重なっちゃいますね。簡単で可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。音声配信始めました。ボイシーとスタンド FM で配信していますよ。お好きな方で聞いてくださいね。聞いてもらえると嬉しいです。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバイ。